ユーロヴィンテージの定番のこのシャツですね、丈が長いグランパシャツを、フロムアンティークさんで、購入させていただきました。これはですね、コンドルって多分ドイツのストアブランドみたいな、そんなに高いものとか古いものではなくて、まあ、70年代とか80年代くらいかなと思います。で、あとこの辺ロックミシンも使われてるので、まあ、多分80とかだと思いますね。で、私これチェックのシャツはそんなに得意じゃなくてあんま持ってなかったんですけど、これはなんかすごくこのチェックの柄と色使いが気に入って購入しました。なんかよく見るとこの赤い糸とか細かくですね色が分かれてて結構柔らかい印象なんですよね。で、この生地も多分、化学繊維が入ってると、まあ、レーヨンなのか、まあ、ポリなのかまではちょっと分かんないんですけど、すごいこの動いた時に柔らかい感じのこの生地感も気に入って、購入をしました。なんですけど、まあ、サイズも悪くないんですけどね、ちょっと袖が長いんでここはボタン1個しかついてないんで、多分ついてたとも取れてるっぽいんで、まあ、もう1個こう、絞れるように、後でボタンは付け足したいなと思ってるんですけど、今回この裾のリペアに挑戦してみようと思います。これもここちょっと無理やり内側クリップで留めてるんですけど、ここの長さに、切って、調整をしようと思います。で、後ろはこのラウンド丸く切られた状態で、後ろはそのまんま残そうと思います。あの M51 みたいなこうちょっとフィッシュテールパーカーみたいな感じで可愛いかなと思って、この横から見た時のこのラインも、いいかなと思ってます。で、ここ横にバスッと切って、折り返して、バーッと縫います。で、ここに、スリットが私ないと、ちょっと嫌なんですよ。あった方がよくて、こうポケットに手を入れる時にいちいちこうやんなきゃいけないのが嫌で、もうここについてるとスッと入れられるのと、これスリットついてるとですね、このポケットにこう手を入れて突っ立った時にこの前がこうビロッてならないんですよね。これがストンと落ちてくれるので、このスリットもこれないタイプのシャツなんで、ここにですね切れ込みを入れて、そこも縫って、スリットを入れておこうと思います。で、まあ好みなんですけどスリットって、私は今回大きめに入れて25センチぐらい切って、入れてみようかなと思ってます。で、でこれをですね、取ると元はこういう感じの前がラウンドしているタイプのシャツになりますね。これはこれで可愛いんですけど、私はちょっとあんまりこの形が前がラウンドしているタイプがそんなに好きじゃないので、ここをスクエア型にバスッと横に切っちゃおうと思います。リペアパンの状態です。裾がロックミシンですね。で、タグはコンドル。生地を切り終わりました。もう思いっきり横にざっくり、切ってます。これを、まあ、折り返してほつれないように縫います。で、サイドのスリットもですね、約25センチ大きめに入れました。で、これ、生地はロックミシン当時使ってるんで、こっち側はほつれる心配ないので、もうこっちは正直、まあ、縫わなくてもいいかなと思ってます。ちょうどここの縫い目のところで切ってるので、こっちは問題ないかなと思います。こっちは何にも反対側はついてないので、こっちはちょっと折り返すとか何かしら処理をしてあげないとほつれるので、こっちはジグザグに縫おうかなと思います。で、ここはやっぱり破れやすいんで、ここはガーッとも横に何回か補強を入れようと思います。リペア完了しました。
結構これ、伸びやすい生地なんで、うちのミシンとかあとこの糸をですね、伸びる糸にしてないんで、ちょっとヨロヨロっとしちゃったんですけど、まああとちょっとまだアイロンかけてないんですが、まあ悪くないかなと思います。ここでバシッと切って、ここはちょっとすごい汚いんですけど、近くで見るとまあ遠くから見ると分かんないし、なんかこのユーロのグランパってやっぱ破れやすいのか、なんかこういうところって結構ガタガタに直されてることが多いんで、まあいいかなと思います。でこの辺は、裏側に収めて塗って、こっちもオースリットを入れます。こっちね結構綺麗にうまくいったんですよ。で、後ろは触ってないので、まあ、横から見るとこういうラウンドになってます。ちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。ほらポケットに手を入れても前がスパッと落ちるように、スリットがついてます。でこうポケットにですね、手を入れやすい、まあ、大体自分の手首の位置ぐらいまでスリットがあればこうそのままシュッと入れられるのかなと思って 25cm にしたんですけど、まあちょうどいいところに、ついてくれました。で、前もですね、まあ、着てみるとこうしっかり置いてみると結構ガタガタなんですけど、まあ、着てるとやっぱりこのふわっとした生地感も相まってあんまりわかんないですね。まあ、サラサラして気持ちいい。で後ろはそのまま残してるので、ちょっとフィッシュテールみたいな感じで残ってるので、こう横から見た時に、まあ、綺麗に斜めになってて、まあ、こういうシルエット私あんまり、嫌いじゃないというふうに思います。まあ、これはリペアして良かったかなと思いますね。私はこういうシルエットが好きなので、やっていこうかなと思います。もし参考になれば幸いです。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ありがとうございました。